朝ドラ、半分青いあらすじ予告。最終回、第156話、そよ風ファン発売。9月29日度放送分。危機物語。スズメは、勢いよくスパロウリズムの扉を開けると、その目には輝きが戻っていました。なんとか、部品の調達も決まり、スズメは、 説明書の発注や宣伝展開など夢中で仕事をしましたそしてそよ風ファンの発売がようやく決まりました2011年7月7日そよ風ファンの発売決定記念パーティーが築地食堂で行われることになり春ら総出で準備を進める中地元市の取材を受けることになりましたそこでスズメは 記者とのやり取りにヒントを得てマザーという扇風機の名前を思いつきましたそしてリツとつまがりはこのタイミングで商品名を変更するために動き始めました夕方になり築地食堂では顔なじみが揃ってパーティーが開かれました東京からリツも駆けつけスズメとリツはマザーに込めた思いを語り出すのでした